はい、では今回はドロップダウンメニューについて勉強していきましょう。ドロップダウンメニューですけれども、大前提として1つしか選択できない選択式入力に、ラジオボタンやドロップダウンメニューがあります。そして複数選択が可能なものの中にはチェックボックスなどがあります。その、分け方からいくと、ドロップダウンメニューはどれか1つしか選択できないというものになります。よくですね、住所の都道府県名、入力するときなどに見ることになるのではないかと思いますが、それを実際に、見ていきましょう。ドロップダウンメニューを作るためには、セレクトタグを利用します。ここにですね、ネーム属性を指定します。で、項目ごとに、オプションタグで内容を追加していきます。内容を指定していくということですね。これは、なので、ネーム属性がつくのはセレクトタグに対してです。ということになります。そして、オプションタグに対しては、バリュー属性を指定して、その送信する値を決めるということになっていきます。今まで、登場しているようなラジオボタンやチェックボックスというのは、あくまでもネーム属性とバリュー属性は同じタグに対してつけていました。でも今回は違うんだぞということが、一つのポイントになっていくということです。さあ、ここで追加してもう一つご紹介しておきましょう。オプショングループという、タグです。これはですね、複数のオプションをグルーピングする、ために使われるものです。そして、例えば、これはですね、メニューの種類分けをするときなどに使われますので、ぜひ覚えておいてください。では、これを踏まえて実際に見ていきましょう。今現在、このようなものが用意されています。更新するとこんな感じですね。これの下に、ドロップダウンメニューをつけていきましょう。まずは開業しておきます。開業した上で、徐々に値を増やしていきたいと思いますが、例えばですね、今回の例で言えば、住所を例にしていきましょう。セレクトタグをまずは用意しましょう。はい、セレクトタグを用意しました。その中にですね、例えば、ネームで、アドレスというふうにしておくわけですね。このようにして、このセレクトの内容をどれか一つ選んだら、アドレスという名前のもとで、データが送られるということになるわけです。例えば、その中で、オプションで、バリューが、東京とか、そういったものがあるということになります。東京で、ここに選択肢として表示させる文字を書いてあげましょう。ですので、今回の例であれば、東京と書いてあげるのがふさわしいかと思います。これをですね、例えば3つぐらい増やしておきましょう。東京と、例えば、千葉、埼玉というふうにしてみましょう。このような感じですね。このようにしてあげると、どうなるのか見てみましょう。これを更新してみると、東京、千葉、埼玉の選択肢が出る、ドロップダウンメニューが出来上がりました。というわけで、このようにすることで、選択肢を書いてあげることができます。それをですね、増やしてみましょう。今度は関西の分を増やしてみましょうか。関西の分を増やしてみると、例えば大阪、京都という感じにして、ここも京都ですね。兵庫、大阪というふうにして保存しました。こちらで更新すると、選択肢が増えましたね。大阪、兵庫、京都。
というふうになりました。このようにして、実際に選択肢を増やすことができるというのが分かりましたが、このまま47都道府県が増えていったら非常に分かりづらいです。そこで登場するのが先ほど紹介したオプショングループです。オプショングループ。オプショングループですね。これで、この後ろまでを一括りとして、はい、こんな感じですね。オプショングループ。こんな感じになりますね。ここにこれが一グループだよと、この内側が一グループだよというふうにしてあげましょう。そしてこのオプショングループにはですね、ラベル属性というのがあります。ラベル、ここにですね、どんな括りなのか書いてあげます。こんな感じです。同じようにして下のこの、関西グループにもですね、このようにして書いてあげましょう。オプショングループをとします。はい、保存しました。これを更新して見てみるとこんな感じになりました。選べない関東という枠、関西という枠が登場して、その中で東京、千葉、埼玉、大阪、兵庫、京都という選択肢が出るようになりました。こうすることで関東エリアのもの、関西エリアのものというのは見えやすくなりましたね。このようにしていくことで、選択肢をですね、分かりやすく一つ選ばせるということができるようになります。このユーザーへの優しさというのはですね、あるのとないのとではかなり大違いという部分もあったりします。かえってこれを多用してしまうと、文字がいっぱい並んでしまって分かりづらくなることもありますので、程よい範囲で、皆さんもぜひこれを使えるように分類分け、選択肢はしてあげましょう。というわけで今回はドロップダウンメニュー、セレクトタグ、オプショングループタグについて勉強しました。